ミンヘン様の像ですわ。800年前、後に討伐隊に発展する組織を作った方ですな。ミンヘン様の組織は数年でスピラ中に広がっていったのですが、エボンの老士たちは寺院への反乱組織ではないかと疑いましてな。その申し開きのためにミヘン様が進んだのがこの街道なのですわ。ミヘン様は老士たちに堂々主張し、結果組織は寺院公認となったのです。さらに寺院は組織に討伐隊の名を送り、以来討伐隊はエボンの名のもと、あとはご存知の通りですな。街道とはいえ魔物は少なくないですぞ。お気をつけくだされ。そうなやつ。その分しぶとい。お前は手を出すな。やめんなよ、こんなの一撃だ。はっ、勝って。やっぱアーロンさんはすっげーぜ。しゃ、出ちまうかい。あの残骸がなんだかご存知ですな。昔の都市。そう、古の都市の残骸。こいつらを見るたびに私は真の大いなる力を実感するのです。それに比べると人間なんぞ虫けら同然ですわ。けれども真を倒せるのも人間だけだと思います。良いお答えです。安心しましたぞ、召喚師様。え？失礼、申し遅れました。私はメイチェンというものです。スピラの歴史や、そうですな、真実の姿を知ろうと旅をしております。研究のため各地を旅しとるんですが、いやー痛ましいものですわ。どこでも人々の笑顔は偽りの笑顔。真の名を聞けばさっと消える。民の笑顔を本物に、召喚師様頼みますぞ。はい。ガードの皆さんですかな。ご苦労様です。Thank you.
召喚師様はご一行ですね。はい、ユーナと申します。ジョゼ討伐隊チョコボ騎兵隊所属のウチルです。同じくエルマです。街道の警備を任されております。この辺りにはチョコボを狙う大型の魔物が出没します。チョコボご利用の際はくれぐれもお気をつけください。わかりました。ご忠告感謝します。では我々は任務がありますので、これで旅のご無事をお祈りいたします。大型の魔物か、退治してやろうか。なぜだ。みんな困ってんだろ。みんな困っているか。なんすか。ジェクトもよく同じことを言っていた。あ、おかげで俺とブラスカはいつも面倒に巻き込まれてな。よろしく。とどめ。どうすか。おお、召喚師様ご一行か。あなたも召喚師ですね。ベルゲミーネだ。お前は。ユーナと申します。ああ、噂は聞いている。大召喚師の娘だな。とはいえ見たところまだ駆け出しのようだが。ええ、まあ。なら修行に協力してやろうか。え、お前の召喚獣と私の召喚獣で一つ腕比べといこう。一対一の勝負ということさ。何手加減はする。さあどうする。やってみます。よろしい。では始める前に、お前の召喚獣は癒された。遠慮はいらない。来なさい。召喚獣とどれだけ心を通じ合わせたか見せてもらおう。
まだ修行が足らんな。だがよく頑張った。お前は筋がいい。たゆまず修行すれば真をやれるかもな。はい。でも私より先にあなたが倒してしまいそうですが。私には無理だ。え、いや、無理だったと言うべきかな。じゃあ。ではな、ユーナ。いずれまた会おう。旅のご無事をお祈りいたします。交代。召喚師様なの？うん、ユーナっていうの。ヒクリ。こんにちは、ヒクリ。ユーナ様、ナギセツ作ってくれる？はーい、楽しみに待っててね。やったユーナ様のナギセツ、楽しみに待たせていただきますね。はい、頑張ります。ガードの皆様もご苦労様です。ナギセツって何？ナギセツはシンがいない期間のこと。召喚師がシンを倒してから次の神が現れるまでの期間。あれ神は生まれ変わるの。そうか、変だと思ってたんだよな。ユーナの親父さんが10年前に神を倒したんだろ。それなのにまだ神がいるのはどういうわけだってさ。でもさ、神が生まれ変わるのを知ってて、それでもシンを倒すのは無駄なんて言わないでね。
たとえどんなに短くても真に怯えることなく安心して眠れる日々、何者にも変えられない大切な時間を生み出すこと、それを無駄だなんて言わないで、あの時のユーナの言葉よく覚えてるよ。Thank you.
出番か。全開で行くっすよ。一気に決めましょう。
じゃあ。試合見たぞ。俺感動しちゃったよ。よかったな、ワッカ。何サボってるんですか？それは、召喚師様のご一行が。余裕があるのは結構だが、作戦準備は一刻を争う。わかるな？はっ、申し訳ありません。よろしく頼む。ああ、素直に頭を下げといた方がうまくいくんだよ。なるほど。ユナちゃん、俺たちは寺院から破門されたけど、いつでもあんたのことは応援してる。それは変わらないからな。ありがとう、ルッツさん、ガッタ君。でも、もしできることならこのままビサイドへ帰って。急ぎましょう、先輩。Yeah.
どうする？倒せば文句ないだろう。しかしエボンの教えでは。しつこいな。あ、しつこいですか。どうかされましたか。召喚師様ですか。はい、ユーナと言います。お会いできて光栄です。私はシェリンダと申します。巡回僧を務めております。揉めてたのは例の討伐隊の作戦のことか。ルッツとガッタが言ってた大作戦のことか。うん、機械を使うと聞いて何とか止めたいと思いまして。なんで。彼らは寺院が禁止している機械を使おうとしているらしいのよ。まずいっすよね。使えるものは何でも使えばいい。真を倒せるとは思わない。倒せる倒せないの問題ではないのです。教えに反することが問題なのです。そうだな。でも討伐隊の皆さんは全く話を聞いてくれません。私がそうとして未熟だからですね。頑張りましょうね。私も駆け出しの召喚師でまだまだ未熟者です。でも自分のことを未熟だと言ってしまったらなんだか言い訳みたいだと思いませんか。そうですね。私もっとしっかりしないと。ありがとうございます、ユーナ様。私なんだかうまくやれそうな気がしてきました。
巡回僧のお務めを頑張って、いつか寺院付きの僧になりますね。負ける気がしねえ。ここで休んでいく。でもこれアルベド人の店っすよ。問題でもあるのか。アルベドは教えに従わないし、それにほらルカではあいつらユーナをさらったんですよ。ガードがだらしないからだな。アローさんはワッカさんの体調を気にして。俺は大丈夫だ。俺が疲れたんだ。眠れるかっつうの。このリンさんの店はスピラのあちこちにありましてな、旅の間は大変重宝しますな。こんなにゆっくりできるのは最後かもしれないからね。アルベド人経営の店と聞いていますが、どうやら教えに反するものは置いていないようで安心しました。